先日の楽天市場のお買い物マラソンでお手頃な蛇の目ミシンを見つけたので使ってみました。良いところと買う前に知っておきたいところを丸と三角のポイントで紹介します。外観は黒でかっこいいです。縫い目の種類はダイヤルで選ぶようになっています。返し縫いもこのように手で押して返し縫いになります。布目はボタンホールや裁ち目かがり、ジグザグミシンなどがついています。縫い目の大きさは3種類から選べるようになっています。少し微妙な調節ができないので、いろいろちょっと布目の大きさを変えたい方はこの3種類しかないことを知っておいてください。小物やポーチや服など作るのにはこの3種類でいけるかなと思います。ミシンの外側に定規のように18センチまでのガイドがついているので、ゴム付けなどにも便利です。こちらにもガイドがたくさんついていて、縫うときに便利そうです。実際にいろいろ縫っていきます。ここが取り外せてフリーアームになります。この中にアタッチメントが入っていました。付属品も無駄なものがなくてシンプルで良さそうです。押さえは普通のものとボタンホール用、裁ち目かがり用の3種類がついています。取り外しは手前にずらすだけです。つける時も手前から押すだけで付け替えられるのでとても簡単です。糸通しもついています。引っ掛けて、このミシンで一番私がいいなと思った裁ち目かがりをしてみます。ダイヤルは幅広のジグザグに合わせて裁ち目かがりのアタッチメントを取り付けます。このように引きつれもなく、とっても綺麗に裁ち目かがりができます。とても綺麗に裁ち目かがりができるので、このアタッチメントについて蛇の目さんに質問してみました。すぐにメールでとても丁寧に答えていただいて、アタッチメントについているこのブラシが綺麗にできるポイントのようです。糸にあえて抵抗を与えて布端でない部分を縫うのと同じ状況を作り出す役割を担っていますとのお答えでした。本当に綺麗にできるのでおすすめです。ボタンホールを作ってみます。最初1から始めて真ん中に変えて、で3番目、そして最後真ん中に戻して出来上がります。アタッチメントを取り替えて、このようにきれいに簡単にできました。付属のリッパーで穴を開けて、ファスナー付けはできるのか、ちょっと小さな簡単なポーチを作って試してみます。知っておきたいことの一つとして、このアタッチメントが細いものやファスナー付けに変えたりできないっていうことがあります。針も左右には動きません。ファスナーをつけるときは表と裏を縫いますが、最初表側に合わせるときは
なるべく外側、一番外側を縫います。こんな風に普通にできました。ファスナー部分が少し多めに出ますが、ファスナー付け自体は難しくなかったです。ミシンのモーターがしっかりしている印象なので、厚物も針を厚物用に変えたりすれば十分に縫えそうです。